はい、今回はまあ懐かしの誰やねんかな、誰やねん、いいっすか、懐かしいやな。ルーカスですよ、皆さん覚えてますか、ルーカスね。えこれセレソンのユニフォームですから、セレソンにまあそれは選ばれたことあるんよね。この選手もね、代表漏れしましたよね。残念なことに、いい選手なんですけどね。ただこの選手はでもそうね、ウイングかな、右ウイングかな、がね、一番のポジションですね。92年とか30か。せやな、代表に選ばれてもおかしくなかったけど、今どこだったかな、トッテナムか。トッテナムでね、プレイしてますけど、完全にコンテの構想から外れてますよね。まあコンテは352なんで、もしくは361か。なんで全くルーカスはまらないですね。まあせめてシャドウストライカーというか、そこぐらいですけど、まあそれにはちょっと決定力がなさすぎるかな、という感じなんで。まあプレミアではちょっとしんどいかな。一時はね、誰の元でしたっけ、ポチェッティーノかな、元でね、433の右で活躍してましたよね。で、チャンピオンズリーグでも最後アヤックスを破ってね、決勝に行ったんですけど、その時でもね、2ゴールぐらい上げてましたよね。まあいい選手なんですけど、まあスタメンになれるほどの選手かって言われたら微妙ですね。まあトッテナムではね、できると思うんですけど、まあセレソンレベルだとやっぱりね、アントニーもハフィーにもいますから、さすがにちょっとしんどいよね。まあでももうトッテナムは厳しいかな。ちょっと違うところで試さないと、年齢的にもう30なんで、まあちょっとピークは過ぎたかなっていう感じはするんでね。もともとどこいたんかな、ルーカスって。もともとパリかなんかにいたんだっけ、パリサンジェルマンだっけ。でもパリサンジェルマンの前がどっかわからへんな、なぜやな。まあでもトッテナムがっていうよりも、今のシステムのコンテの元ではちょっと厳しいかなって。やっぱ433っていうね、システムでやってくれる。まあ433多分ほとんどのチームやってると思うけど、コンテマニアックやからさ、まあサッカー界の森保やからさ、あの361もしくは352っていうシステムがさ、すごい好きやから。まあまあまあね、まだ30なんで、まあもう一花なんとかギリ咲かせられるかな。